食い初めとは赤ちゃんが一生食べ物に困らないようにとの願いを込めて生後100日目に行うお祝い行事。そこで実際どのように行ったのか対談してみました。メニューはネットとか雑誌で調べてできる範囲で家で作ったんだ。頭付きの魚の丸焼きをやりたかったんだけど、なかなか手頃なサイズの鯛が見つからなかったから。確かに見ない。そう、なかなかないんだよね。だから、近くのスーパーにお祝いで使いますって説明して予約したんだ。なるほど。晩ご飯の時間にゆっくりやったから、パパと子供と私の3人でお祝いしたよ。周りに気兼ねなくゆっくりとしたペースでやれるし、赤ちゃんの体調がその日悪ければ後日にずらしたりとかも自由にできるから、そのあたりは良かったかなと思ってます。そうだね。懐石料理系の外食チェーンで電話予約したんだけど、お食い初め膳を用意してもらって、で当日はママとパパの両親みんなでお祝いして、で最後には集合写真を撮って、記念にもらった。それ嬉しいね。赤ちゃんが泣いてしまわないかなとか心配だったんだけど、広めの個室を用意してくれてて、で当日行ったら似たような、多分同じお祝いかな、同じような家族がちらほらいて、それ安心だね。仲間がいると思って、すごくその面でも安心できたかな。なんで外食にしたかっていうと、もうずっと夜寝れないっていうのが続いてたんだよね。でそれでもうやっぱりそんな中でその準備したり後片付けできる自信が正直なくて、外食にして私は良かったかなと思います。ライフスタイルによってやり方はいろいろ違ってくると思うんですけれども、家族みんなで赤ちゃんの幸せを願える会になるといいですね。そうだね。